ナビゲーションスタート。目的地を中立式機関オートランドに設定。まもなく大気圏に突入します。 IFF 異常なし。耐熱モード起動。警報、オートランドに不滅の反応を多数確認。警報、外部走行に強熱源起動。敵対勢力不滅とすでに戦闘状態になると推測。まだ指揮官と連絡は取れませんか。 AG-01B ニオソウズルに変身。マリオン22まで当該指揮官の信号は確認できていません。ブラン B の移行、指揮権を私に移してください。了解。ニオソウズルに指揮権を譲渡します。各員直ちにハッチを開けて衝撃に備えてください。オートランド奪還作戦開始。教えてください。ボブキャット正体、出撃だにゃ。逃がさにゃよ。艦内射流砲スタンバイ。消えなさい。切り裂く。今楽にしてあげる。私は外さないよ。
い。会議にでも行っていたのですか？前方に敵軍のシグナルをキャッチ。みんな警戒して戦闘の準備を。この斧を食らいにゃ。狙って。この斧を食らいにゃ。狙って。アタックだにゃ。積み重ねた経験が力になっただけです。みんなももっと実戦に参加。シグナス、マルゴット。一時的だが、この艦隊に渡ってきた。あなたが指揮官？まあ他の人間と大して変わらないが。前方に敵軍のシグナルをキャッチ。みんな警戒して戦闘の準備を。やあ！狙って。狙って。やあ！この斧を食らいにゃ。シュート。痛いにゃ。やっぱり私を頼るしかないね。全力アタックだにゃ。狙って。
動終了。私たちの勝利だにゃ。みんなも無事かにゃ。前方に敵軍のシグナルをキャッチ。みんな警戒して戦闘の準備を。逃がさにゃよ。狙って。やっ、狙らさい。接近戦用意。この斧を食らいにゃ。この斧を食らいにゃ。狙って。ならせい。痛いにゃ。あら、やあ、狙って。艦内車流砲。シュート。あなたたちのそのはしゃぎよう、ほんと単純な生き物なんだから。争いでは羽が汚れる。こういうことはあなたたちに任せる。ニャニャランブ。今あなた方は辛いでしょう。逃がさにゃよ。アタックルにゃ。狙って。アタックルにゃ。私たちはたくさん訓練を積んできたにゃ。勝利をつかみ取るのは当然のことだにゃ。
前方に敵軍のシグナルをキャッチ。みんな警戒して戦闘のニャニャランプ。艦内射流砲。逃がさにゃよ。痛いにゃ。あなた方は辛いでしょう。アタックだにゃ。この斧を食らいにゃ。痛いにゃ。シュート。乱暴だね。アタックだにゃ。積み重ねた経験が力になっただけです。みんなももっと実戦に参加すれば、私。前方に敵軍のシグナルをキャッチ。みんな警戒して戦闘のニャニャランプ。逃がさにゃよ。接近戦用意。この斧を食らいにゃ。逃がさにゃよ。シュート。乱暴だね。乱暴だね。しょうがない。ちょっと手助けしよう。このあなたたちのそのはしゃぎよう。ほんと単純な生き物なんだから。争いでは羽が汚れる。こういうことはあなたたちに任せる。ニャニャランプ。やあ、接近戦用意。乱
乱暴だね。逃がさにゃよ。逃がさにゃよ。狙って、うん、争い。積み重ねた経験が力になっただけです。みんなももっと実践に参加すれば私のような戦績を得られます。自己紹介？はいはい、わかった。ほほん。ハロー、私はヘビーバニーメル、重装型だよ。好きなものは大砲とみんな、趣味は砲撃とお風呂。それで、ね、あとは何を言えばいい？モデル？あれ、なんだっけ？ AG-02、レラ。コードネームハウンド。誰がつけてくれたのかはわからないのだけれど。まあ、好きに呼んでいい。私は勤務歴が一番長い航空型 AG よ。わかってると思うのだけれど。その経験を生かして戦いなさい。がっかりさせないでよ、指揮官。前方に敵軍のシグナルをキャッチ。みんな警戒して、戦闘の準備を。実力の差を見せつけてやるわ。全力アタックだにゃ。今ラッ、この斧を喰らい。あなた方は辛いでしょう。撃て。この斧を喰らいにゃ。アタックだにゃ。所詮戯れでしかない。前方に敵軍のシグナルをキャッチ。みんな警戒して戦闘。ニャニャラーグ。艦内車流。逃がさにゃよ。接近戦用意。実力の差を見せつ、うん、ならそう。所詮戯れでしかない。
前方に敵軍のシグナルをキャッチ。みんな警戒して戦闘の準備を。全力アタックだにゃ。今楽解放の準備はできたよ。逃がさにゃいよ。痛いにゃ。あなた方は辛いでしょう。不運の争い。乱暴だね。ファラオ。逃がさにゃいよ。ファラオ。狙って。私たちはたくさん訓練を積んできたにゃ。勝利をつかみ取るのは当然のこと。私は AG-04、 世界初の格闘型 AG。 名前は型式番号と同じ。コードネームフォックスと呼んでもいい。見ての通り、手足は全て人工物。壊れてもすぐに修復できる。この特性をできるだけ生かして、私を一番危険なところに派遣しても構わない。安心して、あんたを失望させたりはしない。
番号 AGS08 東雲だ。赤鬼と呼んでもいいよ。見ての通り誇り高きザ・セブンズの一人。あんたが指揮官だかなんだか知らないけど、私は目的があってあんたと協力してるだけだから、くれぐれも勘違いしないようにね。ご主人様、私はキャロット中隊所属格闘型 AG ハンマーバニーことトニーと申します。私は日々完璧なメイドになるために奮戦しております。これからよろしくお願いいたします。ロード・ドゥ・ルートルナに所属するペパベールナイト・ロイズ。女王陛下の勅命によりただいま参上いたしました。今後は指揮官の命に従いその命をお守りします。 AG06A コントロールです。私自身が一台の精密機械であるため、完全に清潔な無菌の作業環境を整えてください。人間としての名前ですか？カロライン。これがかつてこの体が使っていた名前です。毎度ファイアーストーマイナーのインディコス、アイビーや。ええギャラの仕事があるっちゅうことやな。ええー、でどこで銭巻き上げるんや、言ってみ。おい、山賊ってなんや。しっけやな。これは商売や、商売わからんのかい。ロード・ドゥ・ルートルナに所属する世界で初めて改造に成功し実戦にも投入された AG です。シリーズナンバー01、コードネームラークのニオ。今からあなたの艦隊に協力します。指揮官、この世界の明日のために一緒に戦いましょう。指揮官さん、はじめまして、モリスと言います。モーリース、ちゃんと覚えてくれると嬉しいです。ブブキャット、はーい、僕はザ・セブンズの一人、フーマ。忍と呼べばいい。君のところで何か面白いことがあったのかい？僕も混ぜてよ。報告。アカデミー・オブ・ドールズ第1期卒業生2番、ラピッド・ガゼラ、グレース入隊します。主に通信と偵察を担当します。指揮官、服役期間が無事満了するまで一緒に頑張りましょう。